エゴタの森公園入り口エゴタの森公園は東京都中野区エゴタにある中野区立の防災公園である。国立病院跡地の豊富な既存樹林を生かし、隣接する保健福祉施設と調和する公園と謳われる。面積約6万平方メートル。シンボルは花水木。四季折々の自然を楽しめる公園で地域住民の憩いの場と言われる。隣接する 保健福祉施設や看護学校などとともにエゴタの森として一体的に整備され2007年に開園した。ここを含むエゴタの森公園一帯は広域避難場所に指定されている。本校ではこれらについても記述する。エゴタの森公園の空中写真。主に緑の森が公園の敷地。建物は公園外。出展、地図。 空中写真閲覧サービスをもとに加工。公園の敷地を含む江戸田山丁目14番地は、山形を江戸田側に囲まれた、標高30メートル前後の絶上大地であり、寺山大地と通称される。古くから、縄文土器が大量に採取されることで知られており、東京都遺跡地図では、エ田遺跡として指定されている。エ田遺跡からは、 縄文時代中期の集落跡が発掘されたほか、中世の寺院や館の遺構などが検出されている。寺山大地は近世には将軍の高刈り場に指定され、明治には茶役和が生産されていた。1919年に東京市療養所が開設され、後国立療養所中野病院に改称された。主に結核患者の養生施設であった。 同病院は1993年に統合、廃止され、その跡地の一部が公園として整備された。またそれ以前に、江戸田川沿いの一部は、北江戸田公園として先行して開園していた。2007年に、残りの病院跡地の部分も追加で開園し、全体で、江戸田の森公園という名称になった。ただし、現在も、都市計画上の計画名は、北江戸田公園であり、 また、先行開園部分は、旧北江ゴタ公園と呼ばれており、少し紛らわしい。主な施設として、多目的広場、樹林広場、木製遊具、砂場、ブランコ、健康遊具、水飲み場、トイレ、学習室、ベンチ、芝生広場、ビオトープ池、花水木の丘があり、その他、北江ゴタ遺跡、防災資材倉庫、防火水槽、応急急救水槽などがある。 公園の面積は6225平方メートルである。江戸タの森公園の地図。出展、オープンストリートマップ。公園の生端にある花水木の丘には、その名の通り花水木が植えられている。花水木は江戸タの森公園のシンボルである。花水木の丘には次のような由来がある。1912年、桜に見せられた米国大統領夫人たちの要望に、応えて、 東京市長の尾崎幸雄が米国に3000本の桜の苗木を送った。その桜は首都ワシントンのポトマック下半に植えられ、後に世界有数の桜の名所になる。1915年、米国は返礼として40本の花水木の苗木を日本に送った。その苗木は日比谷公園や野方病保で育てられ、街路樹として植栽された。 花水木を育てた野形病保は1971年に廃止されて北江古田公園になった。これを拡張してできたのが今の江古田の森公園である。中野区はこうした経緯にちなんで江古田の森公園を開園するにあたって花水木の原木の子孫を都立園芸高校から譲り受け公園内の花水木の丘に植えた。花水木の丘のあたりは 大地の橋がせり出した形状になっている。これは、当地にあった国立中野療養所が昭和40年代に、新病棟を建設する際に排出した土を廃棄して、積み上げた後である。花水木の丘にある学習室は、医療活動支援室を兼ねており、災害時に利用できる資材や機材などが保管されている。車椅子対応トイレを併設している。自然観察グループ。 森の学級の観察会は学習室の前に集合する。エゴタの森公園の風景公園の北部には里山の樹林がある。森のシンボルである青霧が生えている。その樹冠をよく見るとフクロウの顔に見える。樹林近くの川辺にはエゴノキが生えている。エゴノキはエゴタの地名の由来になったとも言われる木で5月頃に白い花を咲かせる。里山の樹林には 防災用井戸が掘られている。飲み水にならないが、生活用水として利用できる。里山の樹林と花水木の丘との間には、森の入り口広場、森の子広場、草っぱら広場などがある。この辺りに生えるイチョウやシダレヤナギは、東京の街路樹の原木とも言われる。イチョウの葉は、東京都のシンボルであり、シダレヤナギは、銀座のヤナギ並木で有名である。ユリの木の大木が目につく。 外来種なので療養所時代に植えられたと考えられる。他に個性ある樹木として、タラヨウやトチの木などがある。公園の中央部には池があり、その下流の小川と共にビオトープを構成する。2008年から3年間、ビオトープの小川でホタルの自然繁殖と定着を試みたが、結果として繁殖を確認できなかった。ビオトープは水が時々枯れる。 2020年5月にも枯れた。バス停から最も近い場所にある芝生広場には数々の防災施設が置かれている。かまどベンチは災害時に座板を外して炊き出しかまどとして利用できる。芝生広場の他にも置かれている。耐震性貯水槽は消火などに用い、水を使い切った後は仕切りパネルを組み立てればトイレとして利用できる。応急救水槽は 災害時に地下の貯水層から飲み水を供給する。東京都水道局が施行した。芝生広場には通常の車椅子対応トイレもあるが、近くには災害用トイレもある。仕切りパネルを組み立てれば仮設トイレとして利用できる。ヒマラヤ杉の大木が目につく。エゴタの森の象徴である。外来種なので療養所時代に植えられたと考えられる。 大地の東側は斜面にかけて保存樹林になっている。保存樹林は金網のフェンスで囲われて中に入れなくなっている。旧北江古田公園の部分江古田の森公園、調節地は江古田側の洪水を緩和するための施設である。公園東側の旧北江古田公園部分に設けられている。多目的広場、小広場、幼児広場が調節地に当てられている。 池といっても普段は空の窪地で、窪地の底は広場として利用されている。大雨により、江戸田川が増水すると、川の水が越流堤を越えて、公園内に流れ込み、広場に溜まる。これにより川の増水を抑え、下流域の浸水被害を防ぐ。やがて川の水位が低下すると、自動的に排水するが、調整地に溜まった水は汚れているので、 海水後は調整地部分を閉鎖して清掃と消毒を行う。場合によっては広場の再舗装などを行う必要があり、閉鎖期間が長くなることがある。調整地は1985年度から1986年度にかけて建設され、1987年4月1日に栗立北江ご公園として開園すると同時に調整地としての運用を始めた。調整の面積は、 約9200平方メートル、深さは最大約3メートル、貯留量は最大17000立方メートルである。調節地の脇には中野区教育委員会による北江ゴ大遺跡の案内板がある。旧北江ゴ大公園の内道路を挟んで南側の江ゴタ側沿いは樹林広場になっている。江ゴタ側に沿って樹林広場よりさらに南側にある樹林はもともと エゴタの森公園の外であったが、エゴタの森プロジェクトがエゴタの森公園との連続性を考慮して、公園として整備した。この公園には、既存樹木を保全する緑地、散策路、休憩所などが設けられている。この公園とエゴタの森公園との境界は、案内図によって異なる。公園を周回する、ランニングコースがある。一周約1200メートルで、100メートルごとに、 距離表示がある。道は整備されたアスファルトで適度なアップダウンがある。他に一周500メートルのジョギングコースもある。1987年北江ゴ田公園を調整地に改造した時にこのコースを設定した。公園の住所は東京都中野区江ゴ田3丁目14番。以上のルールは地域の 各団体から推薦された委員で構成する江戸田の森公園運営協議会で決めたものである。他に以下のルールが掲示されている。江戸田の森公園のある寺山大地は古くから縄文土器が大量に採取されることで知られており、東京都遺跡地図では中野区ナンバー27遺跡として埋蔵文化財放送地に指定された。2020年現在の遺跡名は エゴ体積である。エゴ体積の発掘調査は5回行われた。まず1985年から、大地東側の定地で調整地建設に伴う発掘調査が実施され、大量の縄文土器や、漆塗り耳飾り、木原漆器など豊富な遺物が出土し、北エゴ体積として報告された。その後、寺山大地上で行われた発掘調査は、 エゴ体積の名の下で1から4までナンバーが振られている。エゴタの森公園の整備に先立ち国立療養所、中野病院跡地で第1次、第2次、第3次の発掘調査が行われ、さらにエゴタの森公園の南隣の国家公務員、住宅跡地で宅地造成工事に先立ち第4次発掘調査が行われた。エゴ体積では、 旧石器時代の石器が出土している。第四次発掘調査では2万年以上前の地層から、黒曜石を中心とする石器の白片が発掘された。白片は石器を作る時に石を打ちかけてできる破片で、旧石器人がこの地で石器を製造していたことが知れる。黒曜石は、当地周辺の武蔵野では採石できないため、箱根、伊豆、 新州などの遠方で採石されてこの地に運ばれたものと見られる。江戸タの森公園の敷地では、縄文時代の遺物や遺構が多数出土している。特に縄文時代中期には、公園の大地上に集落が広がっていた可能性が高く、公園東部の川沿いに、制御の場があったと見られる。公園東部の川沿いにある北江ゴタ遺跡は、縄文早期、前期、中期、後期にわたる、 低地遺跡で、特に縄文中期の貯蔵穴などに使われた土壕から、籠やクルミなど貴重な遺物が出土している。また、採取に使われた一群の土器も発掘されている。その中には、植物繊維をよって、タガをかけた赤塗りの珍しい麻鉢もある。このほか、土器の破片で作られた土水が多量に出土した。これは、投げ網の先につけられた重りであり、当地の人々は網を投げて、 川魚を取っていたと見られる。1985年からの北エゴ大遺跡の発掘調査の結果、この遺跡は縄文時代人の制御の場として理解され、第地条のエゴ大遺跡本体に大規模集落が存在することが見込まれた。1996から1998年に実施されたエゴ大遺跡第一次発掘調査では、縄文時代の集落の一部が検出された。 第3次発掘調査では、縦穴式住居跡2件、土工2基、ピット6基が検出され、縄文土器編3111点、石器321点などが出土した。第4次発掘調査でも、大地の南部から縄文時代の住居跡3件やピット269基など、多数の遺構が検出されている。江戸田の森公園の大地上に、 縄文集落が広がっていた可能性が高い。中世には当地に寺院や豪族居間があったと考えられ、それらの遺構が発掘されている。古伝によると、かつて当地に高古寺という寺院があった。中世当時ここは、豊島市の勢力圏に対する江戸領の最前線に位置していたと考えられる。江戸城主、大田道館の軍勢は、文明9年に当地の南側で、 豊島市の軍勢と戦って、これを打ち破った。豊島市は、合戦の際に、高古寺の近くに陣を取り、高古寺は、合戦の最中に火をかけられて消失したと伝わる。文明18年の大田道館の練馬城の戦火に、あったと語る頃もいたが、詳しいことはわからない。明治の頃、村民が、寺山の東部の雑木林を開拓した時、伊丹二期をはじめとして、伊丹や、 石像物の破片が大量に出土したことがあった。いたの一つは、大江年代のものだった。掘り出し大仏は、橋のたもとに捨ててしまったということで、郷土視野を残念がらせている。2003から2004年のエゴ大遺跡、第二次発掘調査では、中世の広報で造成、整地された平坦面に、総柱、日差し付きの掘った手柱建物跡や、空堀とも言える溝、 焼き場と見られる土工などの遺構が検出された。遺物としては、白磁4、耳壺をはじめとする陶磁器などが発掘された。発掘直後には、中世の土壕の館跡でないかと思われていたが、発掘調査報告書はこれを14から15世紀の存在していた中世寺院の遺跡ではないかと推測し、高古寺の伝承を参照している。第四次発掘調査でも大きな溝や、 掘ったて柱建物後のピットが多数検出された。ピットの配列状況から掘ったて柱建物が何度も建て替えられた様子が伺われる。寺山大地のあたりに小川屋敷という高層の屋敷があった。九伝によると鎌倉初期に敗亡した幕府重臣和田義盛の子孫が機能して小太郎を代々名乗って戦国末期の天正年間に至り、その子孫が 小川磯いそ門を襲名するようになったので、小川屋敷と呼ばれたという。また一説によると、寺山の西方にある通称大川景色やとは、和田義盛の子の和田小太郎磯そ森の子孫の百姓磯そ門が誕生して祀った天音の名残であるという。1996から1998年の江戸大石第一次発掘調査では、寺山第一西側定地で、 館の一部と見られる遺構が検出されている。発掘場所は、現在の江戸タの森公園の花水木の丘の南側の道路のあたりである。花水木の丘そのものは、昭和の森土であるので発掘調査の対象になっていない。寺山大地は、上席ではないかと郷土視野に尋ねる人もいる。国立療養所中野病院、創立50周年記念誌には、当地に、かつて、 エゴタ城があったという記述もあるが、郷土市屋によると、そのような史実はなく、幻のエゴタ城と言われる。江戸時代には、当地は、寺山とも、お林とも、五輪屋とも呼ばれ、将軍や大名の高刈り場に指定されていた。近隣の東福寺が、元禄9年11月に、大館へ提出した、エゴタ氷川神社の女子願書に、昔お林のうちに寺があり、 そのためか今は、寺山と申し伝えますという旨が記述されている。その寺は、高古寺のことだと言われている。お囃子というのは、神社の珍順の囃子であるとともに、かつて寺があったことから丁寧にお囃子と呼んだものと考えられる。明治の初めの江戸田の森公園一帯の地名は、江戸田村のじじさんであった。江戸田村は1889年に、 他の六村と合併して、野形村となり、寺山は野形村の江戸タジの下の小技になった。明治の頃の寺山は、広い大地に家がなく、中央は平坦な畑で、東部は砂縁であった。小高い大地の周辺は雑木林で囲まれていた。静寂な武蔵野の丘陵であり、林には狐やウサギや野鳥などの野生動物が生息していた。大正時代、 療養所ができる前の寺山には、奈良やくぬぎなどの雑木林が広がっていた。雑木林は、北と東の傾斜面にあって、下の方には、かやぶき屋根に使うかやんが茂っていたので、毎年住民数人がそれを狩りに行った。その頃は、道路と畑の間には、くぬぎの並木があった。明治神宮の鎮守の森が作られた時は、寺山の林から、松の大木四本が建納された。 寺山の大地の裾には、中心井川の西湯が回り、水田が開けていた。現在の江戸タの森公園調節地のあたりは寺、山下という地名で、一面が水田になっていた。寺山下を考えする用水路は、寺山の突端の須崎関で江戸タ側から取水し、寺山の東の裾を流れていた。寺山下を含む江戸タの水田地帯は、大雨が降ると、いつも、 水田一面に水が溜まった。田んぼもあぜ道も小道も水没して一時的に湖水のようになることもあった。1920年5月29日、当地に東京市療養所が開設された。肺結核の療養所、いわゆるサナトリウムである。東京近郊の中で当地が空気も水も一番良いということで、ここに決まったと言われる。建設工事は途中で放火にあったり、 台風で半分以上が倒壊したり、受け負い業者が倒産したりするなどの困難があり、完成まで3年かかった。開設当初の病床数は500であった。東京市療養所は貧困で、療養のとのないものを収容するところであったので、元より無料であった。療養期間は原則3ヶ月で、必要により6ヶ月以内の延長が認められた。当時日本では、 結核の死亡率が高く、現在の100倍以上もあった。結核は、国民病、亡国病と恐れられた。東京市療養所では、開設した年に529人が入院し246人が退院したが、退院者数の内訳は、治癒7、警戒6、事故40、命令1、死亡192であり、死亡が退院の78%を占めていた。 療養所当時の江戸田の森療養所の敷地は、三方に水田が広がる完成な地域の高層な大地にあった。稲ながらにして、木々の間から富士山が見え、眺望が非常に良かった。東京市は療養所を建てると同時に、建物の周りに植物を植えた。空気をさらに正常にする狙いがあった。敷地内の東と北の斜面の森は、庭園として利用された。 精神的なやんは療養上重要な意義があるというので、庭園には花を植え、伏せ道を備え、園芸、栽培などに気を配った。庭園は見て楽しむだけでなく患者の待機療法にとって重要な施設であった。待機療法とは、正常な外気を呼吸することであり、健康増進に有効であるとされていた。当地は、どの季節も概ね案が待機療法に適していた。 中庭に散歩道を設けて歩行距離を記録する仕掛けを備えたが患者は規則正しい散歩などしなかった。療養所に勤めた村尾医師は著書で病人は窮屈な規律ある療養訓練よりは裏山の自由な空気を喜ぶのであると書いている。村尾医師の言う裏山は次のようだった。療養所の南の方に美しい松林があった。裏手にはクヌギなどの自然林があった。 はじめ蛇がたくさんいたが年々減ってついに姿を消した。大方患者に捕まって食べられたようだった。敷地が広くて柿で囲いきれないのでくぬぎを打って杭にして鉄条網を張った。その杭に椎茸が生えたので患者も職員もこれを取った。自然生芋がそこら中にたくさんあった。松林で松茸が取れた。裏山で隠れてタバコを吸ったり。 冬に枯れ枝を集めて燃やして暖を取ったりする不届き者もいた。結核患者は若者の集団であるから、裏山は男女の密会の場にもなった。裏山でのランデビューに診療所スタッフは神経を尖らした。療養所内の空き地を利用して野型病保が作られた。これは当時需要が増加していた公園樹木や街路樹を栽培するために、 東京市の講演家が経営したもので、市営の病保としては最初期のものであった。野方病保は花水木の繁殖用原木を扱うことで有名だった。ポトマック下半の桜の返礼として、米国から送られた花水木は野方病保でも育てられたと言われる。結核恐怖病東京市療養所が設置された当時は、結核感染を過度に恐れる。 結核恐怖病と言うべき風潮があった。結核菌は空気感染する、飛沫感染が最も危険だ。病人から三尺以内で菌が飛びつく。結核病は不治の病だ、長く病む、菌がかかる、そして死ぬ、などと人々は目に見えない。結核菌を幽霊やお化けのように気味悪く思った。療養所設置の反対運動は結核恐怖病の発作とも言える。 東京市療養所の建設に先立って1916年に幼稚買収が始まった時、エゴタの住民は結核菌の感染を恐れて反対運動を起こした。当時の新聞は百姓一揆と書き立てた。住民大会では辞書を売った地主に制裁を加えるべきことを受け継ぎした。危害を加えるような制裁は禁じられたが、中には村八部の制裁を受けてノイローゼになった地主もいた。 反対運動は住民間に感情的なしこりを残し、この件に触れることは長らくタブーになった。東京市は振動建設などを条件にして、村民と和解し、療養所建設に着手するが、工事中の1917年8月に療養所の建物が放火された。療養所が開設されてからも、地元民は結核菌の空気感染を恐れ、 療養所の前を通る時に口を押さえて鼻をつまんで走り抜けたという。療養所の近所で作った大根は市場に出しても改定がつかないだろうと言われた。療養所の裏山から患者が外に抜け出して困るという苦情が近所から入った。近隣の小学校の校長は療養所の煙突から煙が出るのが恐ろしいと言った。煙突の煙が危ないのは 火の粉が飛ぶからでなく、結核菌が降ってきそうに思えたからだった。地元の自治体である野方町は、東京市療養所を隔離病院とみなしていた。野方町が発行した町市には次のような記述がある。当初は、主として東京市民にしてはいまたは、陰頭結核にかかり、療養のとなき患者を入院せしむるための、市立病院にして、従って、 自然貧困なものに対する給料の意味あれども、単純な事前病院と異なり、本来の趣旨は、病原菌を散布せぬように患者を一定所に隔離して、市民全体の健康を保護せられるものなり。一方で、療養所で余興の催しがあると会場に忍び込む、村人もいた。療養所の垣根の隙間から患者に大根などを売る、農民もいた。煙突の煙を恐れた校長は療養所の医師を訪ね、 結核に関する講演を依頼した。療養所の拡張東京市療養所のような施領の結核療養所は床数が不足しており入院希望者が門前に死をなしていた。東京市療養所は一旦退院させた患者が再入院願いを出すケースが多いことに困っていた。中には退院とほぼ同時に再入院手続きを取る患者もいた。東京市療養所では 入院希望者が多いため1923年度から1924年度にかけて鉄筋コンクリート作りの描写を建設していたが、その間に関東大震災が突発した。市内から焼き出された患者を収容する必要に迫られたため300人収容のバラック描写を急増した。1926年に鉄筋コンクリート造りの描写が完成したので、 老朽化したバラックを売却し、跡地を患者の避難所とした。その後も入院希望者が多く入院待ちの患者が200人を超える状態になったので、1929年に収容定員を70人増やして870人の患者を収容できるようにした。それでも入院待ちの患者が減らないので、1930年から拡張工事を行い、 三百床の美容者を新築し、1932年から収容を始めた。従来は無料患者のみ収容してきたが、拡張と同時に有料患者収容制度を設けた。有料患者は定数250人で、一人1日1円50銭を徴収した。東京市療養所の患者一人1日あたりの実費が1円50銭前後であった。1935年に、 村尾医師が刊行した著書によると、東京市診療所への入院待ちは千人を超えていた。入院手続きを終えて待っている間に死亡する者も相当数に達していた。こうした事態を調整するため、入院患者を早期に退院させると、病状悪化の恐れが著しく増した。このような事情があったので、ガーデンホーム、イコイ園、ベタニアの家、清風園は常に満員であったという。 これらは東京市療養所の近隣に作られた民間結核療養施設であり、このうちガーデンホームとイコイ園は村尾医師自身が関与していた施設、ベタニアの家はフロジャック神父が創設、運営していた施設であった。清風園は現在の中野江五田病院であり、後に新型コロナウイルス感染で有名になる。この他1936年に武蔵野療園が 結核病院として発足している。戦中戦後の療養所日中戦争の始まる1937年には、結核予防法の改正により、公立結核療養所への収容対象者が変更され、従来、療養のとなき結核患者を収容していたのが、環境上病毒電波の恐れある結核患者を収容することになった。太平洋戦争の戦中戦後には、 東京市療養所の名称と管轄が変転する。まず改選翌年の1942年に東京市中野療養所へ改称した。ついで翌1943年、日本医療団に関され、日本医療団中野療養所に改称した。戦後の1947年1月、日本医療団が解散し、日本医療団中野療養所は国立中野療養所として再発足した。 この間、結核療養所は全国的に入院患者が減り、換算とした状態だった。戦後、日本の結核死亡率は急低下し、かつての100分の1以下に激減する。1950年に特効薬ストレプトマイシンの国内生産が始まり、同時に抗非治療制度が導入され、化学療法が普及した。化学療法は特に若者に即効性があり、 若い命を救っていった。結核を治癒できるようになった当初は、結核患者が療養所に殺到した。1951年に当地の国立中の療養所を取材した新聞は、療養所、入所に3年待たされるという見出しを掲げた。1960年代には三者併用療法が確立され、結核を根本治癒できるようになった。 療養所への入院を要する患者は減少していった。結核に対する関心が薄らぎ、結核療養所の重要度が低下し、建物も老朽化したままになになっていた。国立中の療養所は10階建ての新病棟を建築し、1967年4月に国立療養所中の病院に解消して再出発した。 国立療養所中野病院の南方の敷地には1968年から1970年にかけて厚生省中野宿舎と江戸タ合同住宅が建てられた。江戸タ合同住宅は各省合同の公務員宿舎で1号棟から11号棟まであり各棟4から5階建ての鉄筋コンクリート住宅であった。敷地には多くの樹林があり合同住宅五号棟の横に シナの木が、療養所との間に、ヒマラヤスギが、プラタナスの間に、大王松が、東側の自然林に再活などがあった。子供たちが、クワガタムシやカナブン、花むぐりなどをとっていた。村尾石井市の村尾圭介は初め浜松で勤めていたが、結核研究の目的で1920年夏に、上京し、出来立ての東京市療養所に勤務した。初めの頃は、 大勢の結核患者に接して暗い気持ちになったが、慣れるに従って、患者の幸福のために働くのが楽しくなった。1923年、関東大震災にあって療養所の敷地に避難し、自動車小屋の二条実期の部屋に住み着いた。同年から、近隣の女子専用結核療養所ガーデンホームの創設を手伝い、翌年から東京市診療所での公務の合間に、 そこへ診察しに行った。1926年まで東京市診療所で生活した。後に診療所と裏山と題して当時の江戸田の森の様子を綴っている。フロジャック神父フロジャック神父東京市療養所は貧困患者を収容するところであった。貧しい結核患者たちは死体となって裏口から運び出された。療養期限までに死ななければ治らなくても退院する。 決まりになっていた。退院しても就職は難しく、家族に引き取りを拒否されることもあった。絶望して退院前に自死する患者もいた。こうした行き場のない結核患者の救済に乗り出したのが、フランス人、カトリック神父のヨゼフ・フロージャックである。フロージャック神父は1927年から、毎週金曜日に療養所を訪れて、毎回全患者一人数とと顔を合わせて、 見舞いの言葉をかけて回っていた。療養所は設備が足りず治療も不十分で退院後のケアもほとんどない。そう感じたフロジャック神父は患者を救済する方法を模索する。行き場のない患者たちを引き取り始め、1930年には療養所の西隣にベタニアの家を建設し患者たちを収容した。ベタニアの家は地元新聞から非難された。 資金的にも行き詰まるが、皇室から貸資金5000円を配慮し、どうにか乗り切った。患者家族の幼い子供を救うため児童施設や乳児院も併設した。1935年には病院として認可を受けた。後、ベタニアの家は自生会に解消し、各種の保健福祉施設を展開していく。フロジャック神父は1959年に亡くなる。73歳。 君四刀髄法将。昭和天皇より、再資料を賜る。役目を終えた、自生会病院の結核旨が廃止されたのは1980年のことである。自生会病院は2010年に廃止されたが、総合東京病院に引き継がれている。自生会の保健福祉施設は、今も、江戸田の森公園の花水木の丘の隣にある。 立原道蔵東京市療養所に入る前の立原道蔵23歳。詩人の立原道蔵は1938年12月に東京市療養所に入院し、翌年3月に亡くなった。婚約者の三戸部浅井は立原を最後まで献身的に看護した。室生再生による立原の電気では、朝地という名で登場する。 彼女は、立原の職場の事務員で、おとなしいお嬢さんであったが、立原の病床の脇にご座を敷いて寝泊まりしていた。水戸部浅井は後に、療養所にてと題して、思い出を綴り、寝たきりの立原が、窓の外を鏡に映して眺めた様子を描いている。立原に先生と呼ばれて慕われた、室生再生は、立原を見舞いに療養所を訪れた時の話を、書いている。室生は、 津村忍と連れ立って、中野駅から、江戸田の療養所まで雪を踏んで歩いて行った。病床の立原は、先生、僕こんなになっちゃいましたよ。ほら、これを見てくださいと言って、布団の中から手を出してみせた。病で痩せ細った手を見た室生と津村は、立原の命が助からないことを理解した。室生が手が生きている間は、かけるよと言うと、立原は、 嬉しそうに笑って手をしまった。立原は、療養所入院中に、第一回、中原中野賞を受賞した。健康を回復することを最後まで信じていた。見舞いに来た友人たちに、次また来てくれるときは、5月のそよ風をゼリーにして、持ってきてくださいと願っていた。3月29日、5月のそよ風を待たずに亡くなった。24歳であった。 丸山真男東京大学法学部教授の丸山真男は肺結核のため1951年に療養所に入院し手術を受けたその後も晩年に至るまで入退院を繰り返した江戸田の森という名称は旧国立療養所中野病院跡地を指すものでこの地を整備した中野倉が用いていたしばしば鍵括弧をつけて江戸田の森と表記された 区域としての江戸田の森の範囲は様々で、旧国立療養所中野病院跡地だけを指す場合が多いが、その南側の江戸田合同住宅と江戸田氷川神社も含む場合があり、最高儀には当地の広域避難場所をすべて包含する場合があった。最高儀の場合は、旧国立療養所中野病院跡地、江ゴタ合同住宅、江ゴタ氷川神社、東福寺、旧、 南春尾屋敷屋と、自生会の敷地をカバーしていた。江戸田の森公園を含む江戸田の森は、以下の経緯で整備された。北江戸田公園部分の整備1968年、都市計画江戸田公園が決定される。1971年、野方病保が廃止され、その後地に東京都立北江戸田公園が開園する。1987年4月、 北江ご田公園が洪水の調整地に改造され、東京都立から中野区立に移管される。公園の周囲に種児の樹木を植えて名札をつけ、500メートルのジョギングコースも設けた。面積は15,598平方メートルであった。病院跡地の整備国立療養所中野病院を運営する厚生省は、 同病院の廃止について1986年から計画していたが、1992年に廃止計画が具体化すると、その跡地の利用をめぐって様々な思惑や行き違いがあって調整が難航する。地元の中野区は病院跡地に医療機能を残したいと考え、総合的な保健、福祉施設を計画する。跡地に設ける病院については、私学共済が 下や病院を移転する意向を示す。厚生省は跡地について、病院などの医療施設に3万2000平方メートル、老人ホームなどの保健福祉施設に8200平方メートル、宿舎や看護学校に2万平方メートルを当てる案を提示し、国立病院特別会計予算に不動産、売却代257億円を計上する。ところが、地元の中野区が、 私学共済病院案に反対し始め、計画を翻す。私学共済は、地元の理解を得るためパンフレットを作成して、配布するが、1993年4月、中野区長が、後治療に関する要望事項を厚生大臣に提出する。私学共済病院案は白紙に戻る。1993年9月末、国立療養所中野病院が、 新宿区の国立国際医療協力センターと統合されて閉鎖される。厚生省は病院跡地に別の病院を移転する計画であったが、その計画が取りやめになっていたことが翌年9月に判明する。1996年3月8日、中野区、厚生省、時計会の3社が旧国立療養所中野病院跡地の利用に関する協定を締結する。 三社は基本的に広域避難場所の確保、都市計画公園の整備、道路の整備などを行いつつ、各自の施設を整備することで合意した。5.7ヘクタールの病院跡地に次の用地を設定した。同月、中野区の土地開発公社が保健福祉施設用地について、国有地の売買契約を国と締結し、事業計画書を提出する。 1998年2月、中野区、厚生省、自警会の3社が江戸田の森整備の方向性について申し合わせを行う。これにより、1996年の協定に基づき施設を整備するにあたっては、歴史や地域特性を踏まえつつ、環境、景観、福祉、防災に配慮し、江戸田の森として一体的に捉えることになった。翌月、都市計画、 江戸田公園が廃止され、新たに都市計画、北江戸田公園が決定される。北江戸田公園は計画名であって、公園名は北部防災公園という味気ないものであった。この計画では、中野区内で最大規模のキリン地が残る国立療養所中野病院跡地を従来の北江戸田公園と合わせて緑豊かな公園として計画し、また、 計画地一帯が避難場所にも指定されていることから、防災公園として整備していくこととされた。公園と一体的に整備される保健福祉施設については、バブル崩壊後の財政事情悪化により、中野区の自力による施設整備が難しくなったため、中野区は2000年に民間活力導入を検討し始め、2002年に PFI 方式の導入を決定する。この間、 エゴタの森内の幹線道路が公園や施設に先行して整備され2001年6月に開通している。福音12メートル、歩道福音2.5メートル、車道に車線であった。2003年4月、中野区が病院跡地を公園用地として取得する。翌月、中野区厚生労働省時計会の3社は1998年の 申し合わせに基づき、江戸田の森全体を統一した空間として、景観を構成することで合意し、江戸田の森整備に関する基本方針を確認する。この基本方針に基づき、自然と福祉と防災に配慮して、各施設を整備することになる。同月、中野区民参加による、北部防災公園整備検討会を設け、基本計画の検討を行う。土地利用計画については、 対象区域を次の施設の用地とした。PFI 手法による保健福祉施設の整備、運営については、中野区が2003年10月に募集要項を公表し、翌年6月10日に社会福祉法人南東北福祉事業団を事業者に決定、同月30日に同法人との事業権契約を締結した。2007年4月、江ゴ田の森公園が開園する。 従来の北江戸田公園の区域を病院跡地に広げ、名称を変更してできた公園である。公園を施行したのは、住友林業力化株式会社と株式会社、大沢造園土木との建設共同企業体である。施行主の中野区は、旧国立療養所中野病院跡地の豊富な既存樹林を活かし、区内最大規模の樹林を残したとしている。 確かに一部は保存樹林として残されているが、フェンスで囲われて、中に入れなくなっていた。また、大部分の既存樹林は、大きな木だけ残されて小さな木や下草は刈り取られ、地面にチップが敷き詰められていた。雑木林と人との共存よりも、安全の確保を優先したとみられる。公園の開園と同じ日付で、公園の南隣に、 東京総合保健福祉センター江戸田の森と東京警察病院看護専門学校が開業する厚生労働省中野宿舎も公園と合わせて整備される計画であった実際には1969年からある旧宿舎の他に1998年までに新宿舎が建築されていた国際医療センターの宿舎が2棟新築されたというところが 厚生労働省中野宿舎は2007年度中の廃止が決まり、2010年までに閉鎖されてしまう。看護学校の東隣の土地はしばらく空き地だったが、そこに時警会住宅エゴテ手配ツという名の共同住宅を建てることが2010年11月に掲示された。建築主は警視庁内の財団法人時警会である。元の計画では自警会は 看護学校の学生寄宿舎を建てる予定であった。江戸田の森プロジェクト、江戸田合同住宅と厚生労働省中野宿舎は国家公務員宿舎であり、江戸田の森公園と一部一体的な敷地構成となっていた。面積は43,770平方メートルで、中野区内でもまとまった大規模な敷地であった。その敷地の都市再生プロジェクトが2006年7月に、 決定される。エゴタ合同住宅と厚生労働省中野宿舎を、廃2007年度中に寄することが決まり、その跡地は、国の方針に基づき、UR 都市機構などの活用により、町の機能を高める方向で利活用することが、検討された。2008年3月、国家公務員宿舎の敷地を、篠の目の UR 都市機構所有地と交換することで、 都市再生プロジェクトがスタートする。後に言う江戸田の森プロジェクトである。中野区の方針は、広域避難場所である江戸田の森公園周辺地区の国家公務員宿舎土地の整備にあたっては、十分な避難路や周辺に存在する豊富な緑と調和した環境を確保し、良好な集合住宅などの供給を進めるように誘導しますというものであった。 二年以上かけて居住者が立ち退き、2010年12月にエゴタ合同住宅と厚生労働省中野宿舎が閉鎖された。跡地には豊かな緑が残されており、UR 都市機構は跡地の自然環境の保全に取り組むと説明していた。2013年9月の宅地造成工事説明会では、重要な樹木は保存、または移植するが、 それ以外の既存樹木は伐採するとも説明した。実際の工事では多くの樹木が切り倒された。ただし、跡地東側の江戸田川沿いの樹林は江戸田の森公園との連続性を考慮して既存樹木を保全する緑地、散策路、休憩所などを設けた公園として整備するとされた。2013年9月の宅地造成工事、説明会資料によると、 旧江戸田合同宿舎土地の江戸田山頂目地区では2014年度までに UR 都市機構が宅地造成工事を実施し2015年度以降民間業者が住宅等の建築工事に着手する予定であった建築工事を行う民間業者はこの時点では未定とされた2015年3月 UR 都市機構と 積水ハウスが共同で江戸田山頂目地区の事業計画概要を発表し、分譲マンションや賃貸マンション等を建てることを明らかにした。より良い街づくりの特徴の第一に、緑の活用として江戸田の森公園とつながる在来樹木を中心とした植栽による鳥や昆虫たちの生態系の配慮を掲げた。UR 都市機構と、 積水ハウスは総合東京病院と共に、江ゴ田三丁目地区町づくり協議会を組織し、江戸田の森プロジェクトを進めた。江戸田の森プロジェクトは、他世代により育まれる、持続可能な地域を作るをコンセプトにした、住宅、医療、保育施設等の複合プロジェクトとされた。2018年9月までに施設群を完成し、同月23日に町開きを開催した。 江戸田の森公園一帯は、東京都震災対策条例に基づく、広域避難場所ナンバー67の名称である。かつては、国立療養所中野病院跡地一帯という、名称で、2008年時点で、面積16.92ヘクタール、避難有効面積は7.89ヘクタール、避難計画人口59,400人であった。2020年現在、 江古田の森公園一帯には、江古田の森公園のほか、東京総合保健福祉センター、東京警察病院看護専門学校、江古田の森、江古田氷川神社、東福寺などが含まれる。かつては、自生会や総合東京病院の敷地も、江古田の森公園一帯に含まれていた。 東京総合保健福祉センター江戸田の森さん方を江戸田の森公園に囲まれた東京総合保健福祉センター江戸田の森は民間事業者が中野区との PFI 事業によりクアリジを借り受けて建設し公園の開園と同日付で開設した福祉施設である同事業者によると施設名は江戸田の森公園に由来する江戸タの森公園のその一角に 私たちの施設はありますという位置づけであり、この施設は公園の中にある環境抜群の施設なのだという。センター内の施設としては、ケアハウス、特別養護老人ホーム、デイサービスセンター、介護老人保健施設、リハビリテーションセンター、通所リハビリテーションセンター、訪問リハビリテーションセンター、障害者支援施設、ヘルパーステーション、訪問看護ステーション、 居託介護支援事業所、保育園がある。東京警察病院看護専門学校は看護師を養成する専門学校である。1929年の東京警察病院の会員と同時に、その付属学校として設立され、2007年4月に江戸田の森に新築移転した。学校の東隣には中野江戸田ハイツが立地している。これは、 自警会住宅エゴタハイツの名で自警会が建てた共同住宅である。自警会は主な事務所を桜田門外の警視庁内に置く一般財団法人であり、東京警察病院や看護専門学校の運営のほか、警視庁職員の福利構成などを行っている。エゴタの森はエゴタの森公園と連携する町である国家公務員宿舎跡地に作られた。この 町は広域避難場所として江戸田の森公園一帯に含まれる。2018年9月23日の町開きまでに以下の施設が完成した。江戸田の森を南北に縦断するメインストリートは車道幅6メートル、東側歩道幅3メートルで、西側は民間事業者が整備した歩道上の空き地である。平時には 周辺地域と江戸田の森公園とを結ぶ道路として、災害時には避難所と防災公園とを結ぶ避難路として機能する。メインストリートの街路樹は花見木きである。2018年の町開きの記念植樹も花見木きであった。花見木きの由緒は江戸田の森公園の花見木きと同じ。江戸田氷川神社江戸田の森公園一帯の南端にある江戸田氷川神社は、 1460年創建と伝えられる古社である。エゴタの森は、元禄の,の頃には、お林と呼ばれ、当社の鎮守の森であった。当社の境内は、エゴタの森整備に関する基本方針の地図上で、歴史に記憶されたオープンスペースと緑として塗り分けられ、歴史の中で地域の生活と密着した。 オープンスペースとして存在してきた地区で将来とも保全されていくべき緑ですと説明されている。境内は緑の樹木に囲まれ、高下4年に建立された旧本殿が神楽殿として残っている。旧社格は尊社で江戸田村がなくなっても江戸田尊社とされていた。江戸田の鎮守者として古くから地域住民に愛されてきた。毎年秋の例大祭は、 今も大いに盛り上がる。深夜まで奉納される江戸田姉妹は700年以上の歴史を持つ。東福寺江戸田の森公園一帯の中には2012年時点で江戸田の森公園一帯に含まれていたが2020年現在では覗かれている区域がある。自生会と総合東京病院の敷地がそれである。自生会江戸田の森公園の南西の江戸田3丁目15番地には 自生会が所在する。自生会は、かつて、東京市療養所を追い出された、結核患者たちを救済するために、フロジャック神父が創始した団体であり、今はこの地で、各種保健福祉施設を運営している。社会福祉法人自生会の本部のほか、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、経費老人ホーム、訪問看護、ステーション、ヘルパーステーション、 ケアプランセンターなどがある。自生会の中心施設であった自生会病院は2010年に廃止され、現在は総合東京病院に継承されている。自生会と同じ敷地に、その関連団体のベタニア修道所会の本部が所在している。同会の修道所は、自生会の医療福祉や自生会関連学校の教育などの首都職に励んでる。 自生会の敷地と江戸田川を挟んで、隣の敷地は中野区江戸田でなく、ネリーマクトヨタマ中であり、元より江戸田の森公園一帯の外であるが、ここにも自生会関連施設がある。自生会の運営する徳田保育園、及び自生会創始者フロジャック神父の尽力により、剣道されたカトリック、徳田教会である。総合東京病院総合東京病院は、 東京総合保健福祉センターへごたの森と同じグループの法人が経営する病院である。フロジャック神父の創始した次世会病院を継承する形で2010年に開業した。2014年に A 棟を増築し、2015年4月に取得した6000平方メートルの林地に B 棟を新築して、2017年4月にリニューアルオープンした。 A 棟と B 棟は行動を挟んで離れているが、空中廊下で繋がっている。ありがとうございます。